Hey guys, it's Yuta, and guess who I'm with? That handsome half Japanese man, Farouk. Are you ready? Yeah, I'm ready. 生まれたのは、東京都目黒区ですね。東京育ちなんで、もう日本人です、中身は。はい、お母さんは、つい日本人ですね。で、お父さんはアメリカのサンディエゴ出身ですね。結構、元気が溢れてたのかなって感じがありますけど、普通のこと、普通の日本人のこと変わらない感じでしたね。そうですね、やっぱちっちゃい頃はやっぱなんで周りと比べて自分の肌の色は黒いんだろうとかやっぱ思うことがあって、ちょっとやっぱり、本当保育園ぐらいの時、肌の色で、そういじめられたりとかやっぱありましたね。小学校に上がってからもやっぱり肌の色に対してやっぱいじめてくる子はやっぱいましたね。自分中身が日本人なんでやっぱりそういう肌のことで言われるのは結構傷つきましたけど、そう言われるのを覚悟しないといけないのかなと思って、あんまり気にしないようにしてきましたね、やっぱり。はい、比較的結構多かったですね。普通に友達と遊んでる時もなんかこういうふうに、なんか肌の色とか、友達の中でやっぱりあんまりいないですね、そういうこと言ってくる子は。やっぱりそういうこと、肌の色を言ってくる人とはあんまり友達じゃなかったことが多かったですからね。なんか一般的に結構ハーフの人はめっちゃいじめられるみたいなイメージがあって、でもファルックの場合はちょっとあったけれども、そんなになんかひどいいじめはなかったみたいな。そうですね、すごいひどいいじめってのはなかったですね。なんか同じハーフの人もなんかすごくいじめられる人もいれば、結構なんかプールになんか別に普通にやっていける人もいる中で、その違いってなんだろう。けどハーフの中でもやっぱり結構内気だったりすると、やっぱりそういういじめの対象に入っちゃうのかなと思ったり、そのハーフの中でも活発的で元気だったり、あとなんていうの、人気者とかですね、そういう性格だとやっぱり人気者に逆になりやすいんじゃないかなと思って。ちなみに自分は人気者の方だ人気者、その当時はなんか足が速くてそういうところでスポーツができるなっていう人気者だったのかもしれないです。その時はいたずら好きな少年で、結構中学校の頃とかも、いたずらで問題を起こして先生に怒られたりとか、エアーガンを使って家のベランダから車でかけて撃ったりして、それで実際に当たってしまって、警察を呼ばれてしまったことがあったりしましたね。18歳の頃に夏休みに、2ヶ月くらい行きました。あっち、その時お父さんがいたんで、お父さんの家に住んでて、ひたすら遊んだりご飯食べたり、別に特に何もしてないですね。1個目は言語の壁がでかいことですよね。やっぱ自分はもう日本生まれで日本で育ったんで、やっぱり英語が話せないとやっぱコミュニケーションが取れないっていうのはでかいですね。そうですね、やっぱりフレンドリーですね、アメリカは。やっぱり自分は日本生まれなんで、やっぱシャイな性格なんですよ。やっぱりもう中身も日本人なんで、けどアメリカ行った時はもう人もみんなフレンドリーで、買い物する時も声かけてくれたりとか、そういうフレンドリーさが違うなと思いましたね。そう、普通でしたね。高校上がってからやっぱこういう見た目もあるので、やっぱり英語を覚えたいなと思って、やっぱり街普通に歩いてても外国人から話される機会が多かったんですよ。道とか尋ねられたりとか、でその時にやっぱ英語で答えられないとなんかダサいなと思って、高校からはちょっと英語を勉強頑張りました。はい、聞かれないです。あんまり聞かれないですね。やっぱ話してからは、ああ日本で生まれたんだねとは言われますけど、やっぱり最初の印象から日本人ですかって聞かれることはあんまりないですね。Hey guys, it's Yuta again. So I hung out with him afterwards, and the more I spoke to him, the more I realized that he was actually typically Japanese. And I think it's because he grew up only speaking Japanese. And if you want to speak perfect Japanese like him and not textbook foreigner Japanese, you should click the link, choose your level, and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Also, you can have access to the complete uncut footage if you choose to support me. So click the link and go to my Patreon page.
All right, see you guys soon. Ciao, ciao. Street food in Vietnam is amazingly good. It's one of the best foodie countries I've ever been to.